れ。爆弾とか作れるかな。気をつけて。そこだ。よっ。はあ。連続よ。そこだ。よっ。はあ。ライザー。任せた。連続よ。そこだ。よっ。はあ。タオ。よろしく。ライザー。連続よ。任せた。よっ。はあ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。おいしそうな食材が手に入った。まあ錬金術に使うんだけどね。これこれ。いろんなことが使えるから錬金術では重宝してるんだ。取れた。みんな気をつけて。正解。連続よ。そこだ。そこだ。よっ。正解。連続よ。タオ、よろしく。ライザー任せた。セーター連続よ。そこだ。よっと。セーター。楽勝楽勝。さあ早く進もう。
ちょっとは強くなれたのか。もっともっと強くなるぞ。これこれ取れた。虫嫌いの僕に虫の巣なんか持たせないでよ。ザン、敵だ、気をつけて。そこだ、よっ、はっはっ、せーた、連続よ。そこだ、よっ、はっはっ、せーた、任せた、連続よ。そこだ、よっ、はっはっ、僕が行く。そこだ、よっ、はっはっ、せーの。そこだ、よっ、はっはっ、せーの。楽勝楽勝、さあ早く進もう。そこだ、よっ、はっはっ、せーた、連続よ。そこだ、よっ、はっはっ、せーた、連続よ。そこだ、よっ、はっはっ、ちょっと任せた。せーた、連続よ。そこだ、そこ、走れ、炎よ。せーた、連続よ。よっ、はっ、ライザー任せた。何を使おうか。さあ始めるよ。せーた、連続よ。何を使おうか。一気に行くよ。炎よ、ライザー任せた。よっ、はっはっ、せーの。そこだ、よっ、はっはっ、そこ、そこ、あ、走れ、炎よ。そこだ、よっ、はっはっ、じゃあ始めるよ。一気に行くよ。そこだ、よっ、はっはっ、ぴょーっ。せーた、連続よ。そこだ、よっ、はっはっ、ぴょーっ。あたしたちの勝ちだね。
った。これこれ。てやー。えい。てやー。えい。敵だ。気をつけて。そこだ。よっと。はあ。せーた。連続よ。そこだ。よっ、ライザー、任せた。セーター、そこだ。連続よ。そこ、そこ。わ、僕が行く。そこだ。よっ、そ、はあ。せーの。そこだ。よっ、そ、はあ。わ、そこだ。よっ、そ、はあ。さあ、始めるよ。一気に行くよ。そこだ。よっと、はあ。わ、そこだ。よっと、はあ。チャオ、よろしく。そこだ。連続よ。飛んでけ。特訓の成果だ。これでどう。セーター、そこだ。連続よ。どうだ。ライザー、任せた。セーター、連続よ。どうだ。そこ、そこ、そこだ。よっと、はっ、ライザー、任せた。よっと、はあ、よー、せーの。あたしたちの勝ちだね。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。フィー、光ってるね。やっぱり卵の時と同じだ。うん、それに心なしか元気みたい。フィー、せめて言葉が分かれば。まあそれは無理な相談か。これもまた動いてるね。何かを計測する装置みたいな気がするんだけど。とにかく進んでみよう。今は遺跡を少しでも調べるのが先だよ。
ここが遺跡。すっごい冒険が待ち構えている予感がするよ。ちょっと持ちすぎかも。前に来た時はこんなのなかったはずだ。やっぱりフィーが何かの鍵なのか。なんか眩しい。どうやら我が人生最大の探検はここが終焉の地。水浴の羅針盤、光の幻獣に導かれここに至ったが、ここからはどうしても先に行けぬ。
何かが足らぬ。何が足らぬのか。誰？ライザ、大丈夫？何だったんだろう、今のは。誰かの声がした。うわぁ、誰？これは幻影みたいだ。幻影？実体のある人じゃなくて、何か幻みたいなものを見せられているんだ。それにそもそも誰なのよ。ちょっといいですか。特に反応はなさそうだ。さ、一瞬なんだけど声が聞こえたような気がしたんだ。声？声っていうか言葉？直接頭の中に響く感じだったんだ。自分の探検はここで終わりだとか、追憶の羅針盤とか、光の幻獣とか、この人の言葉のような気がしたよ。なんとなくだけどさ。それからこれ、追憶の羅針盤ってこの道具の気がする。わからないけど、遺跡の探検に使う何かじゃないかな。光の幻獣っていうのはひょっとするとこの子のことかも。なんか反応してたし。はあ、すごいな、ライザー。僕にはそこまでわからなかった。まあそもそも僕には言葉が聞こえなかったけど。そうなの？光っていた欠片は僕にも見えていたけど、触っても特にそういうことはなかった。どうしてライザだけが？もしかしたら他に手がかりがあるかも。そうだね、ちょっと探してみよう。もっと情報を手に入れないと。一度分かったことを整理したいな。
と持ちす。持ちすぎかも。新しい手がかりだ。これは何を言ってるんだろう。どうして抽象？どう、ライザ。何か分かった？多分ね。一度調べた情報をまとめてみよう。推理をまとめてみよう。私が知ってるのは、え？もしかしてこれって羅針盤の持ち主だった人の思い出？これの情報は、そっか。だから思念が強く残ってる遺跡の中でだけ羅針盤が反応するんだ。これの情報は、これでちゃんとつながるかな。この人は厳重に導かれてた。大いなる研究か。どんな研究だったのかちょっとだけ気になるかな。まだ推測の息は出ないけど、ライザの話で見えてきたことがある。この人が僕らと同じようにかつてこの遺跡を調査していたってことだ。昔いた人なのか今でもいるのかは知らないけど、いずれにしても前に調査して諦めた。
それでこんなしょんぼりしてるのかな。かもしれない。それから追憶の羅針盤とフィーが遺跡を攻略する鍵だという可能性があるということ。羅針盤はともかく、まさかフィーが鍵だなんて。何これ、装飾品じゃないよね。装飾品か。見方によっては何かのか、ただの瓦礫やガラクタと片付けるには出来がしっかりしすぎてると思う。それにここに落ちてたんだ。何か重い、いずれにせよ前も話したけど、ここ以外にも遺跡があるはずなんだ。手帳に書いてあったでしょ、渓谷の底の乙女は起こしてはならぬって。あれって渓谷に遺跡が眠っているって意味だと思うんだよね。だからどこか谷とか渓谷の近くを探せば見つかる気がするんだ。他の遺跡も見つけられれば僕らも真実に近づけるはず。じゃあ何にしても他の遺跡の情報を集めないとね。ひとまず町に戻ろう。行ける場所が広がったよ。よーし。
どこに行くのさ。よし、行くぞ。よし、行く。よし、行くぞ。あら、いらっしゃい、ライザ。はっ、に、匂いに誘われてつい。はっ何か食べてく？そうしたいんだけど、今、ちょっとお財布が寂しくて。あらあら、なら、ちょうどよかったかもね。ちょうどいい？実はね、新作料理の試作品があるんだけど、味見をしてくれる人を探してたの。味の保証はない代わりにタダ。どうかしら、味見してみる？わかったわ。私のお腹と会話しないで。お粗末様でした。それで料理の感想は？文句なし、とっても美味しかった。ボリューム満点だから私のお腹も大満足。よかった、マスターも喜んでくれると思うわ。マスター？そっか、料理はゼフィーナさんが作ってるわけじゃないんだ。そうね、私は接客担当だから。接客担当って、このお店の接客ゼフィーナさん一人で回してるの？そうなのよ、散々言ってるんだけれど、マスターが全然人増やしてくれなくて。たくさんお客さん来るのに一人で回してるなんて、結構お世辞にも楽とは言えないけど、大変とは思わないかな。だって私ここのお仕事大好きだからね。毎日楽しいわよ。そっか、
自分のお仕事をこんな風に言えるのってなんだか。どの依頼にしようか。この依頼は難しい。ライザ、怪我には気を。数が足りない。これならすぐに。何にしようかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。
次はどうしよっかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。これでどうだ。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。次はどうしよっかな。すごいのできちゃうかも。こんな感じかな。やった、できた。入れる場所は、お、いい感じかも。何入れよっかな。何入れよっかな。入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。うんうん、悪くないね。お客さん？ライザ、大発見だよ。なんだタオか。どうか前にさ、他にも遺跡があるかもしれないって話したろ。見つけたかも。遺跡があるかもしれない場所一箇所発見したんだ。え、すごいじゃん。でもどうやって。それがね、実は偶然なんだ。学校大昔の古い地図とこの辺りで発見されたいくつもの謎の建造物に関する記述を見つけちゃったんだよ。地図があったの？うん、それによると街道からそれた先にある渓谷の奥に一つあるっぽいんだ。こんな偶然ってあるんだね。あ、でもそんな地図があるなら他の遺跡の場所も分かったってこと？僕も期待したけどダメだったよ。昔の地図だから縮尺もない適当に書かれたものだし、今回は目印になる渓谷みたいなのが載ってたからひょっとしたらって思っただけなんだ。なるほどね。あんまり期待していっても裏切る。そうなんだけどさ、それは一個なしだよ。ごめんごめん。それじゃ行ける時になったら声かけるよ。うん、できるだけ早くだと嬉しいな。
この辺で取れる素材もだいぶ分かってきて、そろそろレシピ変化を試してみてもいいかも。空間島にはなかったものもあるし、新しい組み合わせも試してみるか。何作っちゃおうかな。入れる場所は、入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。変わるものを置きたいな。雰囲気変わるものを置きたいな。何を置こうかな。暮らしながら自分のお店を経営しちゃってるのよ。急にどうしたんですか。ずっと行商人の仕事してたのに。ちょっとした休息というか、単なる思いつきというか、まあその程度の理由がいろいろあってね、気づいたら店をやってたってわけよ。なんていうか相変わらずですね。それでライザはどうしてここに。観光か何か。私もしばらくの間はここを拠点に錬金術の研究をしてて。それはいいことを聞いたよ。なら時間のある時にでもお店を見に来てよ。お互い協力し合えると思うしね。はあ、よくわからないですけど、近いうちに遊びに行きますね。
露店がいっぱいだね。ちょっとブラブラ見てみよっか。ねえ、どこに行くのさ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。わあ、こんな広い畑見たことない。やっぱりオートはすごいな。畑を見てそんなに楽しそうにする女の子初めてだよ。あなたは？ああ、ごめんごめん。私はカサンドラっていうの。あなたが今褒めてくれたこの畑の持ち主よ。あなたがこの畑を管理してるの？こんなに広いのに。いやいや、今は私入れて5人だけの姉妹経営でね。生活するのに最低限のものしか育ててないの。じゃあこの畑のほとんどが休耕地ってこと？なんかもったいないな。5人で管理するには広すぎて、とにもかくにも人手不足状態なのよ。男の人を雇ったらいいのに。いやそれは怖い。うちの妹たちみんな可愛いからさ。男が入ってきて妹たちに手を出されたら。だから今のまま細々やっていくっていうのがベストってわけ。理解した？なんとなくだけど。でも女の子だけで畑を経営するのって本当に大変だと思うよ。私も家が農家だったから農作業の大変さは分かってるつもりだし。ああ、だからあんな楽しそうに畑見てたのか。納得したわ。でも私は農作業が好きになれなくて。いつもさ、正直なんだね。ますます気に入ったわ。私たちいい友達になれるかもしれないね。ライザリンスタート。錬金術しよう。ライザリン、ライザか。いつでも遊びに来てね。うん、よろしくね、カサンドラさん。